はい、こんにちは、つっちーです、今日はですね、ザックスの輸入元でおなじみのハンズトレーディングさんが、新しくデモカーを制作することになったそうなので、そちらの作業をお読みいただきました。で、今回、ちょっと足回り交換と、タイムの変化ですね、させていただきますので、その様子をお届けしたいなと思います。じゃあまず最初にちょっと交換する足回りを先にご紹介させていただきたいなと思います。で、交換する足回りがザックスパフォーマンスコイルオーバー、旧名称 RS1 ですね、まあ、RK の時にかなりの台数取り付けさせていただきましたが、まあ、新しくなってコイルオーバー、パフォーマンスコイルオーバーっていう形で新しく扱いになってます。で、仕様的には大きく変わらないですね。16段階の減衰調整付きの車庫調ですね。で、あとタイヤホイールの方が、まあ、おなじみの、マキシライトです。で、こちらももともとは RH マキシライトっていう RH ブランドから発売されてたものなんですけれども、今回新しくなってレーシングメイトのチャンネルの方から発売されることになりました。で、FK の専用設計でいいんですかね、これ。はい、FK 専用設計になってますんで F555657、ピッタンコで取り付けができるようになってます。それでは早速ちょっと取り付けていきたいと思います。はい、で、今足回りの交換が終わりました。こんな感じですね。で、まあ、調整の幅はこのシートを上げたり下げたりする感じになるんですけれども、ネジは結構広めに切ってあるんで、まあ、調整の範囲はかなり広いかと思います。で、ちょっとこれから下ろして調整します。で、減衰調整のダイヤルはこのスタートの一番下の部分ですね。で、16段階の切り替えになってます。なんで回してもらうことで、まあ、峠だったりワインディングでしっかり踏み込めるような硬い足にしたりだとか、あとはすごくソフトにして乗り心地のいい足にしたりっていうのもダイヤルを回すだけでできるようになってます。で、後ろはこんな感じですね。後ろはショックが倒立にある感じですね。で、同じようにギアも調整できるようになってますので、まあ、とりあえず真ん中にさせてもらったんですけど、まあ、上げたり下げたりの幅が結構広くなる感じです。はい、続けてホイールのご紹介ですね。ホイールは、RH マキシライト改め、レーシングメイトのマキシライトになります。で、サイズは18.75インセット45、純正比でだいたい 15mm ぐらい外に出る感じなんで、まあ、出面もかなりしっかりしていてちょうどいいんじゃないかなと思います。で、センターキャップは一応専用のものが付属するんですけれども、あの純正のセンターキャップが流用可能なんで、今回は純正のミニ純正のセンターキャップを取り付けさせていただきました。で、あと組み合わせるタイヤは、横浜のアドバンフレバですねの205-40-18インチ。